おはようございます。今日は12月21日火曜日10時半ですね。天気はご覧のように快晴です。現在南伊豆を走行中です。今ね、弓ヶ浜で写真を少々撮りました。気温は高めで15度16度まで上がるそうです。だからそんなに寒くなくて普通の冬装備で十分です。今日はね、2021年の乗り納めラストライドということで走っております。なので別にね、どこ行くわけでもなくてティハール行って、まあご飯食べて帰ろうかなと。それでまあ少しね、今年を振り返ると結構風あって白波が立ってるんですけど、ああいう小さい岩の上に人がいて釣りしてる、怖くないのかな。まあということでね、軽く今年を振り返りましょう。今年はでもね、振り返るほどどこに行ったわけでもないし、まあまたね、コロナに振り回されたというか、コロナのおかげで行動範囲が狭まったというか、行動したくなくなったというか、そんな感じのね、一年でしたけど、ただ自分の周りにはコロナになった人がいなくて、まあ田舎なんかそんなもんなのかもしれませんけどね、どこもね、未だにね、コロナが都市伝説ではないかと思っているくらいでございますけども、いい薬もだんだん開発されてきたみたいで、重症化もしないようになれば普通のインフルとか風邪扱いに、ね、なってくれれば普通の生活にも戻れるのかなと、それをね、来年はね、期待しましょう。まあだからね、どこに行けるわけでもなく、静岡県内と山梨ばかり行っていたような気がしますね。まあただ県内でもいろいろね、新たにいいお店がね、たくさん発見できたりして、それは良かったかな。久しぶりに相合岬に寄ってみようと思って来ましたけど、やっぱり突端だけあってすごいな、風が強い。よし、写真撮ろう。猿軍団だ、怖い、いっぱいいる、すげえいる、怖ー。いやー、びっくりした、群れでいた。ティハールのすぐ横だもんね襲撃されないんだろうか、ということでティハールさんでお昼にしました。ごちそうさまでした。いつも通り美味しいカレーと、ティハールブレンドのホットコーヒーとプリンもデザートでいただきました。西伊豆スカイラインまでやってきました。まあ、ということで今年はね、あとやっとね、念願の目標であった登録者数1万人にね、到達したということで、まあ自分でね、記念のステッカー作ってみたり、明日葉さんがイベントをやってくださったり、ありがとうございました。
ということで、まあそれもいい節目になったし、まあ何ヶ月か前から考えていたことですけども、秋頃からかな、今年いっぱいで一旦モトブログ活動をちょっとお休み、休止したいと思います。ちょっとね、一身上の都合、ちょっとやりたいことがあったりいろいろあって、まあモトブログ活動の休止ですから、よし、あといつとつくものに関しては休止、まあツイッターやら何やらもね、お休みしちゃいたいと思います。まあ飯を食わなくなるとかね、バイクに乗らなくなるということもないので、近しい方は LINE 等で連絡ください。まあもう来年のね、約束してある方もいるし、そういうものについては参加もするし、別に誘っていただいて都合が合えばツーリングもするし、そういう感じでございます。単純にモトブログ活動はお休みすると、それだけです。そこまで深い意味はございません。ということで、今年を簡単に振り返って、ディハールでご飯を食べつつ帰ってきました。そして来年は少しお休みをいただきますよというお話でございました。以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。